霊水市は中華人民共和国石膏省に位置する地球市。霊水市は石膏省の南西部に位置し、南は隣省福建省、北は省内、近下、九州、東は省内大州、雲州と隣接する。温暖湿潤気候に属し、年間平均気温は摂氏18.4度。589年、随町によりところ州が設置され、 592年に、葛州、607年に、栄華軍と解消された。当初の621年、再び、葛州と、さらに779年に所州と解消された。現代には1276年に所州路、1359年に、安南府、さらに所州府と解消され、秋尾の百五十二年以降は霊水、商用、新雲、青田、 水晶、軽減、戦隊ら、運は、軽、霊の重県を管轄するようになり、新末まで踏襲された。1911年、侵害革命が発生するとところ州軍政府分布が設置されたが、1912年には、軍政府が廃止となり、大海道、霊水、第9、第6、第7行政正し策の管轄とされ、霊水、商用、新雲、流泉 経験、仙台ら、京、安市、雲和の八県を管轄した。九百四十九年五月に共産党軍により解放され、十月に中華人民共和国が成立すると、冷水戦区が設置された。九百五十二年に戦区が一旦廃止され、諸葛の各県は、雲州、金華、九州戦区に移管されたが、九百六十三年五月に、 再び、霊水線区が設置され、霊水、青田、新雲、水晶、雲和流線の6県を管轄した。1968年には霊水地区と解消され、1973年に、軽減県、1982年には、昭陽県、1984年には、軽、根イ属自治県が新たに設置されている。1986年に、 冷水圏が研究士の冷水士と改変、1990年には、流泉圏が研究士の流泉士に昇格している。2000年、冷水士が、連徳に改変された。2000年7月19日、業所制度の廃止に伴い地球士の冷水士が、設置され、連徳、流泉士、青田県、新宮も県、雲和県、経験県、水晶県、商用県、 計2件の7件を管轄するようになった。1市勝区一1件9、六6件、1自治県を管轄する。冷水泉区冷水地区、冷水市民館、軽減しいた青たいしぼり、流泉方圏、政治など市内を流れる大谷を渡る高速列車。ありがとうございます。